20秒でわかるアルハイゼン公文。アルハイゼン公文とは、つい先日に公式生放送で登場したアルハイゼンが放った言葉で、君たちはまだ寝ないのか俺は寝るがおやすみ。という、何々しないのか俺は何々するがという文章が面白かったので、アルハイゼン公文として人気になりました。非常に汎用性が高い文章なので、皆さんも使ってみてください。